はい、じゃあ横東の佐野駅でアイスを食べましたので、まあ、ここも潰しましょう。これから3オッケー進むね。鎌ヶ谷。鎌ヶ谷だね、鎌ヶ谷。我々は小室駅という謎の、謎のって言ったら失礼ですか。え、小室駅って何ですか。あれか、北総線かな。うん、あのもうここら辺まで日本一高い、はい、日本一高い、日本一高い線路があるんですよ。そう、日本で1位2を争う高い路線、北総線。ちなみにその1位2を争ってるのがどこかっていうと、同じ千葉県にある東葉高速です。およそという話をね。え、あれは左方向、5位の方に出てる小湊鉄道。そう、小湊は高くないんです。あ、高くないんだっけ、うん、あ、あった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 、いきなり出てきた、いきなり出てきたね、いきなり出てきた。土佐野駅、よし、着いた。目的地に近づきました。あ、房州ビワ、ビワ売ってますよ。ここまでね、ビワ売ってますよ。冷やし甘酒ビワ、美味しい。本当、冷やし甘酒が、冷やし甘酒がありますね。超気になります、ね、あれでもなんかあそこ食べられるっぽくない、海の商品、海の商品、海洋王国って、わかるわかる、うん、なんかこっからだけど、うんうん、これですね、うん、ちょっと見てみよう、見てみましょう。今12時56分だからね、はい、さっきのとこお昼食えなかったからアイス試食したね。ちょっと見てみよう、見てみましょう、期待できるんじゃん。よし、はい、じゃあ鎌ヶ谷の房野駅ですね。ちょっとお腹減ったんでなんか食べたい。ピーナッツ。あ、全種類ある。なんか20種類とか19種類とかいろいろ書いてありますね。ちょっとずつ入れて500円です。カップ詰め放題。うん、もうそろそろちょっとあの終わりに近づいてきてるから。うん、買っときますか。うん、買っとこう。よし。よし。試食用もある。試食用もある。何の主食だ。分かんない。あ、ベニーモっぽいね、これ。これベニーモ。ベニーモ。書いてあるか。あ、ハチミツ。僕ハチミツ大好き。何それ。プーさん。え、そんなこと言うの？あ、分かんないです。私の中のプーさん。ドラえもんみたいな喋り方。そう、初代のドラえもんみたいな喋り方。僕ハチミツ大好き。何それ。全部2個ずつ詰めました。40個ぐらい。あとでアジアテコンテストやってこう。マジか。はい、じゃあここはすげえのが、すげえのがあったんで、千葉の醤油サイダー、醤油サイダーですね。これを飲んで、なんかこれのオープンとこに醤油を飲むという感覚、人生で初めてのはずです書いてあって、そりゃそうだね。じゃあちょっと飲んでみて。見た感じが美味しそうではないんだよな、見た感じね。醤油、あー、醤油、醤油。でもあの、うわー醤油ではないので、あー醤油です。うわーって待って、うわーってくるよこれ。うわーってきます。みたらし団子の、うわー、ちょっと待って待って、俺無理、俺無理、完全に無理な人だ、俺無理だ、これ無理だ。全然いいと思いますけどね。いや、もちろん醤油を普通に飲んでる感覚は全然薄いけど、うわ、俺無理だわ、飲めない。あの、みたらし団子が食べられる人だったら、いや、食べられるよ、俺だって俺だって食べられるけど無理だよ。まあ、これ炭酸で飲めって言われたら、あえては飲まない。ネタとしてね。ネタだね、こういう時に。いや、でも俺もうほぼ無理。でもすごいですよ、千葉県産の山さんを使っています、ね、はい、千葉の醤油にこだわりました。あ、みたらし団子風味に書いてあります、ね、あー、言われればそうだけど、みたらし団子とは違うよ、醤油じゃ、入ってる、そのまんまだよ。これ全部、何か、全部飲んで、次に行ける。あー、よく飲みました、千葉の醤油サイダー。まあ、もし
まあネタとしてはね、あ、いいと思います。飲んでみるの。俺はもう絶対飲めない。無理。私も次は買わない。もう二度と買わないね。いや、まあまあまあ、あの、ぜひね、この価値を千葉に来て味わってください。はい。あれ、リスってるわけじゃないんだよ。なんとも言えない気持ちになっちゃうんだよ。じゃあ醤油サイダーでした。はい、じゃあ鎌ヶ谷草野駅、はい、ここで醤油飲んだんで、クリアですと、ララポートは通過して、秋葉原も通過して、鎌ヶ谷は醤油と、はい、飲みました。で残るが、柏と成田と最後の栗山なんで、うん、3が出ればもうゴールだね。3が出ればゴールになります。はい、はい、うん、じゃあまた振っていきましょう。振っていきましょう。あ、今回無理のない無理のない旅で。だっていきなりさ、なんか変な辛い旅やらされたらさ、うん、あ、もうやりませんって言われちゃうじゃん。あ、そういう、うん、そこを警戒している。じゃあ、はい、ペンは3か、はい、もうちょっと車で、まあ、暑いんで今ちょっと車で振ります。成田は行きたいんだよね。だいたいさ、行きたいんだよねって言うと聞いてくんないからね、この子は。ててーん、お、 2だね。じゃあ柏は通過して成田、はい、成田参道、はい、うん、まあ、成田はね、多分成田さん、成田参道だから、まあ、成田さんの近くだよね。成田参道って言われたら、そうですね、成田さんの近く、うん、成田駅から成田さんに行くあの道なんだろうなっていうのは思いますね、うんうん、なので、じゃあこのまま成田へ出発しまーす。